はい、はい、ということでですね、今回は、スイタスタジアムに来てますということで、なんとガンバ大阪公式 YouTube チャンネルカジ散歩と、はい、コラボが決まりましたということで、本当にありがたいんですが、今回ですね、はい、まあ、ガンバ大阪さん30周年ということで、はい、まあ、こちら30周年記念のユニフォームなんですが、まあ、こちらはね、ちょっとね、受注販売ということで、販売はもう終わってるんですが、このね、貴重な30周年ユニフォームを着させていただいて、はい、かっこいいですね、かっこいいです。30周年記念どうですか、似合いますか、これ、あれですかね。仕事しないで、仕事しないで、はい、いや、かっこいいですね、うん、いや、すごいかっこいいんですよ、はい、ここね、30周年ってこれ多分、歴代のユニフォームの柄が揃ってるんですかね、この。ああ、なのかな、なんかそんな感じが、うん、はい、そうですね、俺もわからないですから。はい、でですね、はい、今回、まあ、コラボということで、今回ですね、特命広報大使ということで、はい、梶さんと、はい、あと前園さん、前園真咲さん、梶の先輩ですね、特命広報大使ということで、ガンバ大阪さんの未来に向けたクラブコンセプトということで、はい、特命広報大使の密着もさせてもらうということで、お二人の10月2日なんですけど、30周年記念ということで、来場者の皆様、来た方にはいろんなイベントが用意されているということで、あとなんとドドン、チケットをご購入いただいた皆様に、はい、こちらのコンフィット T シャツがプレゼントされるみたいです。すごいですね、これすごい本当に。なので、まあ、10月2日はね、私、那須もスタジアム撮影ということで。そうなんですか。はい、参戦させていただきますので、はい、はい、皆さんぜひということで、まあ、コロナ禍ということで。お疲れ様です。なんとなんと、カジ散歩、カジさん、お疲れ様でした。カジ散歩なんと、すごいタイミング。絡もうかなって。なんか、やめようさ、カジ許可取ってんの。カジ散歩、はい、コラボということで。来てる、これ、はい、30周年、30周年記念です。うわ、広報大使、広報大使、いやいや、僕じゃない、カジさんと違う、カジさんです。宣伝してよかな、今日密着させてもらいます。よろしくお願いします。はい、どうしてもどうしてもすいません。まさかのカジさんが来たんですけど、打ち合わせなしということで、はい、10月2日、はい、30周年記念ということで、来場者の方にはイベントがいろいろ用意されてありますので、はい、で、来場されない方もガンバ大阪公式 YouTube チャンネルで見れるということで、お楽しみいただければと思います、はい、ということでね、早速、中の方に行きたいと思います。はい、いや、すごい、すごいね。前もスイタスタジアム、そのスタジアムツアーということで、はい、撮影させていただいたんですが、まず来てもすごいですね、この景観は。作りが本当かっこいい、臨場感を楽しめますよね。はい、はい、ということで、これから大先輩とカジさんが待つ場所へお伺いしたいと思います。はい、ということで、今はですね、山田さんの社長と実況の下田さんと、今からトークセッションですかね、クラブが新しく30周年ということで変革するということで、内容は僕も聞いてないので聞いていこうと思います。これから小野社長と下田さんと前園さんと梶さんと、はい、まあ、秘密の VTR 撮影があるんですね、はい、ということで今皆さんとおしゃべりいただいているんですが、那須さん81年です。はい、果実で繋がってるから。いや、でもそんななかったもん。いや、もう全然接点は全くなくて、全然ないけど、はい、今年からって感じですね。お仕事でご一緒させていただいて、果実ネタにしてますよね。はい、自分のさん的にも僕もあのまだこのちっちゃい頃ながらに有名でしたからと、それテレビとかでもありました、ね、そうそう、ダッシュのシーンとか。もう驚愕なんだっけ。驚愕です。はい、違う、はい、校舎が、うん、すごいいいところ、ね、そうです、はい、びっくりした。果実と国見とどっちが普通ですか。まあ、まあ、どちらも行きたくないっていうぐらい。あの、そうなんだ、はい、国見がこんだけやってるから俺もやんなきゃ。そうですね、焚き付けられてね。そうです、そうです、監督同士も意識してたと思う、ね、ああ、そうなんだ、はい、
丸坊主じゃないですか。今は違います。違う、はい、今違うの、はい、今は学年によっては伸ばしてる子も足していたと思う。あ、すごかった。国見も試合来た時に、あの小峰さんがあのバスで運転して試合するんですけど、選手もなんか体調悪くてゲロとかながら行ってましょう。小峰さんがそうバスを運転してるのを回ってるのの影響がね、まあ、そうですけどね、はい、そうなんだ、はい、お父さんとか関東から南下してきます。バスで静岡フェスティバルでサッカーとか行った後、福岡、はい、福岡と四国移動しながら、やりながら行くわけですよ。小山監督が一人で運転するんですか。あともう一人、はい、もう一人、はい、世代人いないと思う、ね、30周年ということで名候補大使松野さんと梶さんが2名さんで、社長とね、今後のクラブのビジョンを話してください。下田さんがまあいろいろとお聞きするっていうのは、他の面々でっていう、はい、意思表示みたいなもんですね、クラブとして。はい、ということで、ガンバ大阪公式 YouTube チャンネル梶さんぽとコラボさせていただくということで、今回ですね、匿名広報大使のお二人に対談させていただくということで、前園正清さんと梶明さんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。匿名広報大使ということで、いや梶はね、はい、まあ、もうそれはそうですけど、そうですよね、ガンバ大阪で、いや、え、ゾウガンもあれじゃないですか。え、なに、あ、在籍、あれ、いや、してないのよ。なんで俺ここにいるのって思ってる自分が。2009年ぐらい在籍、いや、全然いないのよ。全然いないのよ。なんかね、そういう話をいただいてですね、はいはいはい、まあ、盛り上げようっていうことですね。まあ、そうですね、まあ、ざっくりといえば、はい、まあ、ありがたいことですけどね、はい、30周年ということで素晴らしい。特にそのガンバ大阪との、その、まあ、当時、はい、対戦した印象とか、はい、クラブとしてどういう感じだったんですか、ゾウガンさんと。いやでもね、やっぱりずっと戦ってきた、相手ですし、あとはまあ同世代でいうとね、はい、あの今のガンバの監督、はい、あ、まあ、1個下ですけど、はい、松並監督もいますし、はい、まあ、それこそ今ねテレビで活躍、違うところで活躍してるけど、はい、本並さんなんかね、常に僕はフォワードだったんではい、はい、対戦してましたから、はい、あとまあ代表でね一緒にやったりもしてたし、はい、まあ、結構そういう意味では馴染み深いチームですよね。なるほど、はい、梶さんはもう8年半在籍、8年半、はい、ということなので、うん、2006年からですね、はい、一番長いでしょ。一番長いです、ね、あ、まさかこんなに長くいると思わなかった。やっぱそのガンバのイメージがね、いや、強いですよね、うん、強いですから、うん、まあ、セレッソもね、いましたし、うん、いましたし、まあ、他もね、吉井東京大分もいましたけど、うんうん、でも一番なんかイメージ強い、確かに、うん、はい、うん、そんなお二方なんですけど、はい、せっかくなんで、ええ、あのそのまあ30周年記念ということで、はい、当時ですね、うん、前園さんは対戦した選手で嫌だった選手、そこをちょっと考えていただいてっていうと、はい、梶さんは一緒に戦って頼もしかった選手、はい、あー、チームメイトで、チームメイトで、はい、で僕も対戦相手で、まあ、2名ほど、はい、まあ、嫌だった選手って、まあ、時代が違うのでゾノさん、そうだね、はい、これ全然違って出てくる、ね、くると思うので、はい、なるほど、確かに。じゃあ僕からですか。お願いします、はい、だからまあさっきねちょっと名前出しましたけど、はい、やっぱり本並選手、はい、本並さん、はい、まあ、キーパーでね、まあ、守護神でしたけれども、はい、まあ、あの当時は代表にも入ったし、うん、あの安定感あったし、はい、あと眼圧、うん、掘り深いですからね。なんですかね、あれね、あ、純日本人ね。いや、わかんない、そこは俺もわかんないよ、すごい、ね、深いですもんね、掘り深くて、あのキリッとしたね、してイタリアのですけれども、はい、やっぱり安定感あったし、はい、まあ、チャンスもことごとくセーブされてたのもなんとなくこう思い出すし、うん、はい、あとはディフェンスラインでいうと、うん、サネヨシさん、おお、はい、あ、はい、はい、知ってます、サネヨシさんって、いや、やってます、やってますよね、やってる、やってます、サネはだから僕ら、俺の1個上かな、はい、で、もちろんね、結構マッチアップする場面もあったし、うん、センターにいたんでね、はい、やっぱりこうなんていうのかな、ハードワークだったし、はい、球際厳しかったし、うん、その印象はすごくありますね、うん、まあ、それか監督のね松並なんかはやっぱりマッチアップする場面は少なかったけれども、はい、まあ、すごく印象に残ってますけどね、はい、やっぱりフォワードだったんで、そう、やっぱりね、はい、マッチアップするような選手がやっぱり印象に残ってますよね、うん、っていうことですよね、はい、あ、じゃあちょっと梶さん、まあ、僕ディフェンスなんで、はい、
ディフェンス陣の中で、うん、やっぱ山口聡選手ね、はいはいはい、今湘南の監督やってますけど、はい、うん、やっぱあの人はやっぱリーダーシップっていうか、うん、まあ、周りもしっかりとこう怒れるというか、うん、もうダメなことはダメっていう、うん、言える選手でもあって、はい、こう引き締めてくれるっていうか、うん、チームを、うん、だからそういう存在がなんかなかなかいないじゃないですか。いないですね、確かに、うん、いや、ピリッとする、いるだけでピリッとするっていうので、まあ、山口聡かなと。最終ラインも安定して落ち着いて上がれるっていう感じ ね。ラインの押し上げであったり、まあ、常に高い位置キープしますから。確かに、もうそこまで上げなくてもっていうのでも結構上げていきますからね。なんかあれですね、視聴者というか第三者の方が見てる以上の存在感がありますよね、ピッチ内では。なんか地味なんやけどね、はい、全然目立たないんやけど、あの人がいるのといないのと全然違います。右左両方蹴れますし。なるほど。あの選手は、まあ、唯一無二の選手だと思いますね。カジだから右サイドだから、その前の選手とのこう関係性とかは どうなの？安心して上がれますよっていう。もうボールすぐ取られちゃう選手嫌でしょ、だって。嫌ですね。上がったのに出てこないっていう。そんないっぱいいましたけど、でもそんなキープ的に言ったら家長ですよ。あ、まあ、まあそっか、はい。やっぱりあの人の、ね、背負ってもあの強さっていうのは、うん、もうどれだけ相手が疲れようが、うん、絶対縦パスつけて、うん、安心して上がっていける。取られないし。後ろ向きでもどん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 オーバーラップして。なるほど、まあ、あとはもう本当、まあ、遠藤さんじゃないですか、やっぱり名前が出すぎて言いたくないんですけど、この人がまあいるのといないのとこう、うん、サッカーのゲーム展開の流れっていうか、うん、まあ、落ち着くとこと行くとこの、うん、なるほど、緩急つけてくれるし、うん、っていうそのパスになんかこうメッセージが込められてるんで、うん、まあ、チームとしてはすごいあそこ中心に周りが動きやすいような関係性を作ってくれたそうじゃないかなと思いますね。そっかそっか、なるほど。僕嫌だった選手、うん、もうあのまず最初に来るのがアラウジョ、うん、はあ、僕もう本当嫌だったんですよ。早いなんせアラウジョ。俺ブラジル行ってたでしょ、はい、俺の運転手してたんで。ゴイアスで、まだ若かったの。そうなの。え、サッカーはしてなかったですか。え、してたんだよ。じゃあバリバリのその運転手じゃないの。あ、じゃあそれがメインじゃなくて、あの練習場行くでしょ。で俺車持ってなかったから、アラウジョが乗せてってくれてた。俺ホテル住まいだったから。なるほど。あ、運転手仕事してるそれメインじゃないんだよ。あ、そういう仕事。そうそうそう、まあその頃からもうドリブルやっぱ上手かったし、まだ若かったんだけど、あのすごくいい選手だったから、うん、J に来てもねすごいやっぱ活躍したし、はい、いやなんか取れないよね。取れないです。いや、うん、なんかスピードの質が違うっていうか、うん、なんかただ速いじゃなくて。確かに。で僕その当時横浜 F マリノスで、うん、後ろ中澤裕二さん で僕ボランチやってて、で僕ちぎられて、うん、まあ、裕二さんがいると思ったら裕二さんもやっぱ抜かれて、うん、っていうシーンがもう鮮明に覚えてて、うん、なるほど。あのスピード感はちょっとなんかもう止められないっていう、もう印象がずっと。確かに、はい。でもあのエスパの時は途中からでしたもんね。結構スタメンじゃなくて結構途中から出てくる。途中から出てこられるあのアラウジョ嫌でしたもんね。それはそれ嫌ですね、確かに。あと2人いるんですけど、マグナアウベス。アウベスね。あ、やっぱそういう外国人選手がね、はい、前にいるから。外国籍のこの2人、うん、マグナアウベスもシュートが、うん、もうどこからでも打てちゃう。すごいよ、ね。両足しかも、確かに変な体勢からでも打ってくるじゃないですか。うんうん、決まっちゃうので、もうちょっと手のつけようがない。ない。で最後はやっぱり遠藤さん。やっと3万ですね。なんか僕ナスはやっと僕1こうどういうか、13です。鹿児島実業の僕が1年の時3年生。あ、もうじゃあ直の先輩じゃん。はい、もう神様みたいな存在ですね。神様、はい、雲の上の存在です。1年からしたら、ね、1さんはもうその当時からもうすごかったんですけど、やっとさんは、はい、でもなんかそのなんですか、僕こうどっちかというと気迫、こう気持ちを出す、前面に出して、でフォワードでもなんかこう突っかかってくる方がこう調子が出るっていうか、うん、でもやっとさん何もこうブレないというか、こっちが何ですか、煽るじゃないですけど、うん、なんか言っても全く微動だにしないというか、うん、あれが、うん、はい、マイペースなので、うん、もう全然何ですか、やりづらいというか、対戦相手で、うん、やってたでしょ一緒に。いやいや、やってましたよ。だから、うん、もう本当もう言う通り、本当にももういいペースで、やっとがなんか声を荒げてさ、なんか指示とかしたことって見たことある？ないです。もう常に同じトーンで、うん、すごいね。そうなんですよ。だからいくら挑発しても、挑発してもだからあのフリーキックやっとさん蹴るんで、はいはい、大体その僕壁入ってる時に、うん、フリーキックは挑発するんですよ、うん、
絶対入んねえよとか、そこはもう、はい、え絶対あの一さんはもうそこはもう関係なく、はい、関係なくフリーキッカーで大概の選手は絶対壁に当てるんですよ、うん、僕壁入って決められた選手はほぼいないんですけど、うん、やっとさんと中村俊輔さん関係ない関係ないもう関係ないですもん気迫とかもうそういうの凌駕してきます、うん、上からこうおたずされますから確かに何やろ桜島多分噴火しても多分ゆっくりこうそうだね平常心でずっとねやるってすごいよねそういう意味では、はい、そういう意味ではもうなんかもう手のつけようがないので、うん、その3人はい何なんでしょうねあれね、はい、どうやったらあれが人が来ても全然そうね、うん、いないでしょあんまりいろんな選手とやってもああいうタイプは、はい、ね、うん、あれはなかなかいない存在ですね、うん、プレイヤー自体ってゾーンさんってどういうタイプだったんですか、まあ、ドリブラーでバーっていくじゃないですか、うん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 、で挑発とかさあのディフェンダーとかこう行ってくるじゃないですかいろいろとそういうのに乗るタイプだったんですかもうマイペースだったいや基本は俺マイペースというか、はい、結構こうね、まあ、密着マークじゃないけれども、はい疲れることも多かったし、はいまあ、チームによってだけれども、うん、他のチームだけど本田さんなんかちょっとやりにくかった、ね、本田康人さんとかは本当にマンツーマンだったりもするしでもガンバでそういう選手は対戦した時はいなかったけれども、うんうん、でもなんか基本的に自分のスタイルを淡々とやるようなスタイルだったからあんまりそういう挑発には乗らなかったかもしれないですね、うん、タイプ的にカジさんガンバでそのなんかファイター的なタイプって一人ねいましたね誰ですか中澤ソータソータディフェンス あれはファイターファイターですね確かにでちょっとファイターとはまたちょっと違うんですけど、はい、ちょっと異次元の空間にいるのが丹羽大輝っていうちょっともうやっぱそう異次元タイプ違うんじゃないちょっとね、うん、ちょっと丹羽大輝は本当もう何ポジティブすごくポジティブで、うん、な発言が全てなんかちょっと行っちゃってる感じの行っちゃってる、ね、ポジティブなんでしょ多すぎて周りがもうなんかちょっと腹が立つというかイライラするっていうなるほどなるほどそういうでもそれ言われるとなんか、はい、いやもう最高の褒め言葉ですねみたいな感じで言い返してくるみたいなあなるほどこういう感じすごいメンタリティーなんだねメンタリティーですねまああの特命広報大使ということで、はい、お二人にはまあこれからのガンバ大阪を盛り上げていただくということで、まあ、あのこれからのチームですねにあのちょ大使として大使、はい、大使ですか、はい、今チーム状態的にあんまり良くないんですけども、はいはいまあ、そういう中でまあ、あのガンバ大阪クラブとしても30周年を機にいろいろ生まれ変わるじゃないですけど、まあ、今までいいところを残しつつこれからまた新しいチャレンジをしていく行くということなのでまたしっかりこう応援させてもらって、まあ、クラブで発信できないことを僕たちがあの発信できるように、頑張りたいと思いますよろしくお願いしますありがとうございますそろそろお願いしますはい、まあ、僕が何か言うのないですけど今だから14位ぐらいですか成績的にはそんなに、はい、そうですねあんまり言いにくいからね、はい、いや僕が見たらその位置にいるようなメンバーとか、はい、クラブじゃないと思ってるから、うんね、あの絶対上にいるべきチームだしなんかもちろん選手とか現場の人たちはピッチであの精一杯プレーすればいいと思うんだけど僕なんかはまあ逆にそのガンバ大阪っていうこのブランドみたいなものがサッカーフリークの人たちじゃないところまで届くようななんかそういうことが少しでもこうできればいいのかなというのは思ってますけどね、はい、それをちょっと頑張らさせていただきたいと思いますありがとうございます、はい、この後も、2人の密着をさせていただくそうなんです、はいはいはい、ちょっと外側から、はいはい、撮らせていただくのでよろしくお願いしますお願いします、 お願いします、お二人は特命広報大使というですね、そういう肩書きがついておりますよろしくお願いします、共に元日本代表の前園正清さんそして梶明さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします前園さんって、はい、僕は、ねはい、ガンバのイメージって全然ないんですよ島さん僕もないですないですよねそうですよ、ねまあ、所属したわけでもないですしそうでしょ、はいはい、ということで、ガンバ大阪さん、30周年ということでなんとガンバ大阪の社長に
小野社長に来ていただきました。すいません、ありがとうございます。いや、こちらこそすいません、はい、ありがとうございます。まあ、新しいコンセプトということで、ガンバ大阪さんとして今後未来へのこう意思表示みたいなのをおっしゃってたんですが、これから、まあ、残り試合もある中でガンバ大阪さんのサポーターの方もたくさんおられると思うので、はい、なんかメッセージをちょっといただければと思います。まあ、本当に、はい、まず今シーズン、まあ、いろんなことが重なったというのもあるんですけど、応援してくださっているファンサポーターの皆様含めてですね、ガンバ大阪に関わる全ての皆様にご心配をおかけしておりますけども、必ずやですね、後半戦、全員で一丸となって、この、厳しい状況を乗り切りたいなというふうに考えておりますので、はい、まずしっかり今年乗り切って、はい、で来シーズン、昨日、YouTube でも発表しておりますけども、我々の新たな次の歴史に向けた第一歩を踏み出そうとしておりますので、しっかり来年につなげていきたいなというふうに考えております。はい、はい、すいません、ありがとうございます。社長のお話、はい、いえ、とんでもないです。またよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。特命広報大使のお二方と下田さんとこれからちょっと対談されるということで、なかなかないですよ、こんな普段試合がない時にカメラが入れるっていうの。そうですね、本当にサッカーもそうですけど、サッカーを知らない人たちも注目するような、ピッチ内だけでもオフザピッチのところでも今回広げていくような活動を自分自身もやっていこうかなと思います。いろんなこう各世代こういろいろ世代が変わっていく中で、まあ、どういう、もう若い世代からおじいちゃんおばあちゃんまで本当にもう日常にやっぱりガンバがあるっていうような、そういう環境になってほしいですし。はい、ということで、今回ですね、ガンバ大阪さんの、30周年記念ということで、はい、10月2日にスペシャルマッチということで北海道コンサドーレ札幌との試合があります。でですね、入場者の皆様は冒頭で紹介した、はい、オリジナル、まあ、T シャツですね、はい、が配られるということで、入場できない方はガンバ大阪さんの公式 YouTube チャンネルで皆さんご視聴いただいて、みんなをね、試合を盛り上げていただければと思いますので、今回ですね、10月2日に伺うんですが、こうやって発表して試合に行くの初めてです。今回こういう形で呼んでいただいて、明日もその日、はい、時間制でガンバ大阪サポーターとしての一員として試合を応援させていただきますので、はい、ぜひみんなで勝利のために応援しましょう。はい、よろしくお願いします。